豊かな国だから、あの、奥さんが働かなかったとしても、まあ、普通に生活できるよね、と。で、その、女性の、じゃあ、その、社会に進出率が高いって、実は、金がないからっていうのがあるので、働かなくても暮らせるんだったら、そっちの方がよっぽど楽じゃないですか。ただ、その、専業主婦率が高いことっていうのは、実は幸せなことなんですよ。働きたくない人にとってもいいですね。 えー、日本のフェミニストの方たちが口癖かのように欧米ではというのですが <laughs> 欧米かって漫才師と一緒だねで欧米での女性の地位向上していく過程の中で日本と同じような攻撃的なフェミニストの方がいたんですかねいましたねあんなに攻撃的なやり方ではいつまでも女性の地位向上はできないと思うし海外の今を語るだけで海外で活躍する女性たちがどのようにして今の地位を獲得していけば学んでないように思いますですよねそのああのまあ、前もちょろっと言ったんですけどその女性のその家 会社の取締役役員比率が低いみたいな話があって、で、その、それだったら自分で起業したるわっていうので、起業していく女性って割と、その日本以外の国は結構多いんですよね。あの、要は女性が自分で会社を作って、会社を大きくしましたみたいな。で、女性としてその起業経営能力がある人が多いので、じゃあ、取締役お願いしますみたいになるんですけど、ただ日本ってやっぱ起業する人少ないんですよね。だから上場企業女性で作った人でいくと、 DNA の難波さんとかあとあの光栄テクノの、ね、リカ川さんとかあとはあのえっとピーチ・ジョンのミカ・ジョンさんとかとか言うある程度有名なその起業して上場レベルまで持ってった人ってやっぱ少ないんですよねアパホテルアパホテルの女性もそうなんですけどただアパホテルあれ男性の人が実は社長なんじゃなかったっけ なので実はその広報のとしてはあの奥さんが頑張ってるけど確か社長は男性とかだったみたいなそんなコンビだった気がしますけど HIS 男の人でしょ。なのでその経営に関していくとやっぱり女性がその起業しなくても幸せになれるっていうあの要はその他の国って例えばフランスってあの専業主婦って1割いないぐらいなんですよパリだと。 結婚したとしてもお金がないから共働きが当たり前だよねっていうのがパリの生活になっちゃうんですけど日本のそれってなんでっていうと豊かな国ななんですよなので豊かな国だからあの奥さんが働かなかったとしてもまあ普通に生活できるよねと。でその女性の,じゃあその社会に進出してる率が高いって実は金がないからっていうのがあるので働かなくても 暮らせるんだったらそっちの方がよっぽど楽じゃないですか。ただその、専業主婦率が高いことっていうのは実は幸せなことなんですよ。働きたくない人にとってみるとね。要は働かないで暮らせるんだったらそれは働かない方がいいよねっていう。ただそれがだから女性にとって幸せかどうかっていうので、その、 仕事について働くのが幸せって感じる人は、女性はもっと働くべきだとか言い出すんですけど、いや、働きたくねえしっていう人も世の中にはいて、で、そういう人から見ると、あの、働かない日本超幸せってなったりするので、なんでそもそもその、女性という枠でみんなこういうふうに考えるっていう考え方が良くないんじゃないかなと思うんですよね。考え方自体は人それぞれなんで。女が医者になるのに何歳までに医学部に入学すれば現実的に OK だと思いますかひろゆきさん的に。 えっと、現実的な話でいくと何歳でもいいんじゃないですか <laughs> あの、結局その、あの、採用されづらいとかっていうのが昔はあったんですけど、昔はその大学の医局がそのここ研修人系とかっていうので、なんかそれにし、あの、従わないとその研修医にもなれないみたいなのがあったんですけど今は別に割とそういう状況でもなくて、あの、医者足りねえって言ってたこと結構あるらしいので、 なので、いくつでもなれるんだったらなっちゃっていいと思いますけどね。ただ問題は、その、東京医科大、医科、歯科大学みたいな、その、女性だから受からせねえみたいな、そういう大学があるので、そういう意味で、その、女性だから入学が難しいという問題があると思うんですよ。ただ、入学した後、別にあの、お医者さん足りないよねって言ってる地域って日本中結構あったりするので、なので別にいくつでもいいんじゃないかなと思いますけど。スパチャの中身ですいません。 35歳3人子育て自営業主女です。自閉症の3人の子供を育てつつ製造業自力イコール収入平均月40万で悩んでます。自閉症3人ってすごいですよね。技術的に他人に任せられない製品を一人で製造販売していて頑張りすぎて先月倒れました。収入を上げつつ無理なく仕事を続ける。どうすればいいでしょうかおすすめの方があればぜひご教授ください。あとホラー映画が大好きなので面白かったホラー映画があればぜひ教えてください。 えっと、カーゴっていうショートフィルムのゾンビものがあるのでおすすめです。あの、ネットフリックスに続編が、続編というか同じ監督がネットフリックスでお金をもらって作ったやつがあるんですけど、まあ、それはそんなに面白くないんですけど、ショートフィルムのカーゴはおすすめです。さて、おきえっ、ー、と、技術的に他人に任せられないなんですけど、任せられない部分と任せられる部分をきちんとより分けてください。例えば、まあ、その、じゃあ、あの、仕入れを、その材料の仕入れをして、 で、その、ある程度の検品だったら、別にそれは自分じゃなくてもできるよね、とか、で、ここまでの加工だったら他の人ができるけど、最終的な加工だったら自分以外できないよね、だったりとか、あとじゃあ終わった後にじゃあ放送して、箱詰めして、配送してとかだったら自分じゃなくてもできるよね、みたいな、その、どの部分が本当に自分しかできなくて、他の部分は他任せられるっていうのをちゃんと切り分けて、事業として自分の体力をなるべく温存する方向にした方がいいんじゃないかなと思います。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いてますか写像って。一つことやめてもらっていいですか。らすかそれ明らいる中であなたの感想ですよ、ね。なんかそういうデータあるんですか。あそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思す。あごめんなさい。